皆さんこんばんは、中村雄一です。マフィアガチャです。この番組ではスターオーシャンシリーズの最新作スターオーシャンアナムレシスの最新情報を中村雄一とマフィアガチャがご紹介していきます。はい、ということで6月いっぱい終わりです。早い。どうする、後半戦だよ2017年。もうこのまま多分何も変わらずに進んでいくと思いますけどね。今年半分フィニッシュしたからね。いやー、ま、やばない、まいったな、こりゃやばない、これ早くない、今年中に何かを達成しないと。そういう危機感を覚えてきますよね、さすがに。確かにな、うん、何か新しいことを達成しないと。でももう残りで何もできそうな気がしないもん、ね、今から今はもう動いてないと無理じゃない。うん、確かにそうかな。でもギリギリ誰かを妊娠させるとかならまだギリギリ間に合うと思います。なるほどね。妊娠出産まで多分ギリギリ。出産まで出産は無理だろお前何を妊娠させる気でいるの多分人じゃないよギリいけないですか、早まんないですか、ちょっとぐらい。ギリ全然いけない。ダメか、うん、ダメか。余裕でいけないよ。そうか、うん、ワンちゃん中村さんに挑戦してもらおうと思った。いやだから無理だって相手が人間じゃないからそれだとダメか。宇宙から来た何かだスピーシーズ的な。スピーシーズになって映画のあれ早いからね今度全然意味わかんない話だ。なんかお便りやります？やらない、お便りはもういいって。はい、いろんなゲーム、あーそうそう、アナムネシスがもう半年を超えて後半戦ですわ、もうこのままじゃだってもう1周年、あ絶対考えてるよな、うん、何するかは。何かやるでしょうね、でっかいの。いやこれはね来ると思うんですけどね。アナムネシスで思い出したよ。思い出すのがラジオのタイトルじゃなくてここで思い出すってどうかなと思うよ何なんですか今日はね、あのアナムネスのスターオーシャンの情報のところが、ええ、マジ最新情報だ。おお、これはいつもってほら若干使い古されたネタを叩きつけられて膨らましとけやみたいな空気が若干あったじゃない。今回は違いますと。前々回のディスりが効いたってことですかね。そうだねあんだけ強く訴えたからしょうがねえなっつって映像も見せてもらいますし、来た来た、はい、らしくなってきた。そうそう、らしくなってきたでしょ。ちょっと楽しみにしていただければなと思っております。それではそうそう始めていきます。さあラジオシャアナムネシス、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして中村です。マフィアガチャです。すいませんね、よろしくお願いします。僕忘れててね、こんだけやっといて忘れるってね俺もこの前忘れましたけど、あなんかたまにやっぱ忘れますよね。ちょっと今はね完全に最後までって海賊に投げて終わってた。完全にブリッジされてましたよねはい、すいませんです。はい、ということで中村なんですけども、最近ですか。最近ね、まあクールが切り替わったとはいえ、うん、オンエアされるものがもう新版に入るか、うん、来週からいろいろ新番組動くと思うんですけど、うん、僕ら的にはもう撮ってるものが流れるんで。ですよね。そうそう。むしろ新版の時期じゃなかったりとかかな。お兄様の映画そろそろじゃないですか。もう始まってる、始まってる。始まってますか、うん、そう、全然始まってるよ。あれ見に行きましょうよ。2週ぐらい。そうそう、カシタ君にね、カシタ君がテレビシリーズ、魔法科高校の劣等生っていう劇場版が出てるんですけど、うんうん、カシタ君が見たことがないって言ってたから、テレビシリーズを。あんまりちょいちょいチェックしてたんですけど。たまに見たぐらい。全体把握できてないですね、うん。ただお兄様がめっちゃ強いって情報くらいしか。もう、めちゃめちゃ強い。あと妹がお兄様のことちょっとやべえレベルで好きっていう情報しか。大体合ってる。まあ、いろいろ設定はあるんだけどね。はいはいはい、だからね、これをね、一回梶田くんが見たことないな、これはいいやと。うんうん、例えば、杉田は出演者なの。だから、なんとなく話知ってんのよ、ええ。で、周りの人たちも見たことある、知ってる、うん、出てるっていう人が多いから、うん、梶田くんをサンプルとして、連れてって見て、映画だけでも理解できるのかどうかをちょっと知りたいのよ、個人的に。なるほど、なるほど。そうそうそう。それをちょっと勉強させてもらいたいんで。だから、勉強するなよ。ね。予習なしね。予習なしで。予習なしで。せっかく最近ネットフリックスにも入ったのに。ダメダメダメ。見ちゃダメ。見ちゃダメ。ああ。じゃあ俺映画見るから。映画見てからテレビ見て、ハマったら小説見て。本当ですか。でも大丈夫ですかね。映画から分かりますかね。分かんなかったらそれはそれでいいんです。それでいいですか、うん、何をサンプルにしたいですか一体。あ、やっぱり原作とか、うん、アニメをテレビシリーズを見てから見た方がいいのか、うん、劇場だけで結構概要をつかめたとか、ストーリーを楽しめたかってことが知りたい。俺らはもうほら、全員さ、テレビを通過してる人たちだからさ、分かんないのよ、もう。なるほど、なるほど。まあ、じゃあ分かりました。我慢して見に行きますよ。うん。うん、ちょっと行きたいなと思っております。はい。梶田くんはこの夏やってみたいこと。この夏やってみたいことっすか。やってみたいこと自体はめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。例えば。もう例えば車の免許取ったり、バイクの免許取ったり。俺今年の抱負車の免許だったな、そういえば。もう過去形ですか。もう間に合わない。と、無理。いやー
諦めない勝つまでは。でも多分今の仕事をいくつか飛ばさないとできないじゃないですか。そうなりますか。じゃあ無理だ。免許のために仕事飛ばせないですよね。ちょっと無理かな。同じような理由っすよ。だからいけないな。まあなかなかね。あとは海外旅行も行きたいですし。海外旅行行きたいな。行ってみたいね。あとそろそろ法人化したい。超具体的な超具体的な話で。そろそろ税理士とちゃんと話したい。ああ、うん、法人化ですか。まあ、梶田くんは会社にしていいかもね。まあそうそう、もう結局今年30になりますし、フリーの人間じゃん、フリーの人は法人化していろんなシステムを整理した方が、うん、個人でやるよりいいと思うけど、うん、俺とかみたいにね、事務所に所属してるとどっちが得なのかがよくわからなくなってんだよね。そうですね、そこら辺難しいっすよね。ちょっと難しい。面倒くさいことも増えるから、会社にすることによって。そうなんですよ、ただまあ俺新しいことを常にやってないと飽き性なんで、だから新しい商売も始めていきたいなと、ビジネススタイルを、だからそれもあって法人化しようかなっていうふうには考えてるんですけど。密輸とかそういうこと？表のビジネス。表のビジネス。裏のビジネスだったら多分ここで言わないですからね。法人化も特に必要ないよね。裏のビジネスするのにいちいちちゃんと会社を作って。実は会社作らないですね。株式会社、密輸業みたいな。誰かに別の人に作らせますね、その場合は。トンネルにしてんじゃん。そうですね。あとドバイとかに会社作るかな、その場合。海外にね。うん。ぜひ、でも海外に作ってほしいね。割といるみたいだからね。税金がね、そう、税率が違うから、海外でっていうか。まあ、それもありかなと思ってるんですけど。一番近いところだとハワイとかなんじゃないの？そうっすね。ハワイにオフィス構えてどうすか？ハワイにオフィス！ああ、いい響きっすね。もうほら、元スクエアのさ、坂口さんがもう、ハワイにオフィスを構えてるじゃん。いや同じレベルに行こう。これ、ついに坂口さんと。坂口さん。ご近所さんだろ。やばい、映画作んないと。やめろ。しとけや、みたいな空気が若干あったじゃん。今回は違いますと。前々回のディスりが効いたってことですかね。そうだね。あんだけ強く訴えたから、しょうがねえな、つって。映像も見せてもらいますし。来た来た、はい、なのでらしくなってきた。そうそう、らしくなってきたでしょ。ちょっと楽しみにしていただければなと思っております。それでは早々始めていきます。さあ、ラジオ社花村室、最後まで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。改めまして、中村です。マギアカジョです。すいませんね。よろしくお願いします。僕忘れててね。こんだけやっといて忘れるってね。俺もこの前忘れましたけど。なんかたまにやっぱ忘れますよね。ちょっと今はね、完全に最後までって梶田君に投げて終わってた。完全にブリッジされてましたね。はい。すいませんです。はい。ということで中村なんですけども。最近ですか。最近ね。まあ、クールが切り替わったとはいえ、オンエアされるものがもう新番に入るか。来週からいろいろ新番組動くと思うんですけど、僕ら的にはもう撮ってるものが流れるんで。ですよね。そうそう。むしろ新番の時期じゃなかったりとかかな。お兄様の映画そろそろじゃないですか。もう始まってる、始まってる。始まってますか、うん、そう。全然始まってるよ。あれ見に行きましょうよ。2週ぐらい。そうそう、梶田くんにね、梶田くんがテレビシリーズ、魔法科高校の劣等生っていう劇場版が出てるんですけど、梶田くんが見たことがないって言ってたから、テレビシリーズを。あんまりちょいちょいチェックしてたんですけど。たまに見たぐらい。全体把握できてないですね。ただお兄様がめっちゃ強いって情報くらいしか。めちゃめちゃ強い。あと妹がお兄様のことちょっとやべえレベルで好きっていう情報しか。大体合ってる。いろいろ設定はあるんだけどね。だからね、これをね、一回梶田くんが見たことないな、これはいいやと。うんうん、例えば、杉田は出演者なの。だからなんとなく話知ってんのよ。で、周りの人たちも見たことある、知ってる、出てるっていう人が多いから、梶田くんをサンプルとして、連れてって見て、映画だけでも理解できるのかどうかをちょっと知りたいのよ、個人的に。なるほど、なるほど。そうそう。それをちょっと勉強させてもらいたいんで。だから勉強するなよ。ね。予習なしね。予習なしで。予習なしで。せっかく最近ネットフリックスにも入ったのに。ダメダメダメ。見ちゃダメ。見ちゃダメ。ああ。じゃあ俺映画見るから。映画見てからテレビ見て、ハマったら小説見て。本当ですか。でも大丈夫ですかね。映画から分かりますかね。分かんなかったらそれはそれでいいんです。それでいいですか。何をサンプルにしたいんですか。あ、やっぱり原作とか、アニメを、テレビシリーズを見てから見た方がいいのか、劇場だけで結構概要をつかめたとか、ストーリーを楽しめたかってことが知りたい。俺らはもうほら、全員さ、テレビを通過してる人たちだからさ、分かんないのよ、もう。なるほど、なるほど。まあ、じゃあ分かりました。我慢して見に行きますよ。ちょっと行きたいなと思っております。はい。梶田くんはこの夏やってみたいこと。この夏やってみたいことっすか。やってみたいこと自体はめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。例えば。もう例えば車の免許取ったり、バイクの免許取ったり。俺今年の抱負車の免許だったな、そういえば。もう過去形ですか。
もう間に合わない。ちょっと無理。いや諦めない。勝つまでは。注射からね。いやー、ま、やばない。参ったなこりゃ。やばないこれ。早くない？今年中に何かを達成しないと。そういう危機感を覚えてきますよね、さすがに。確かにな、うん、何か新しいことを達成しないと。でももう残りで何もできそうな気がしないもん、ね、今から今はもう動いてないと無理じゃない。うん、確かにそうかな。でもギリギリ誰かを妊娠させるとかならまだギリギリ間に合うと思います。なるほどね。妊娠出産まで多分ギリギリ。出産まで出産は無理だろお前何を妊娠させる気でいるの。多分人じゃないよギリいけないですか。早まんないですか。ちょっとぐらい。ギリ全然いけない。ダメか。うん、ダメか。余裕でいけないよ。ああそうか。いやワンちゃん中村さんに挑戦してもらおうと思った。いやだから無理だって。相手が人間じゃないから。それだと。ダメか。宇宙から来た何かだ。スピーシーズ的な。スピーシーズになってる映画のあれ早いからね。じゃあ今度全然意味わかんない話だ。なんかお便りやります？やらない。お便りはもういいって。はい。いろんなゲーム、ああそうそう、アナムネシスがもう半年を超えて後半戦ですわもうこのままじゃ。だってもう1周年、あ絶対考えてるよな。うん、何するかは。何かやるでしょうね。でっかいの。いやこれはね来ると思うんですけどね。アナムネシスで思い出したよ。思い出すのがラジオのタイトルじゃなくてここで思い出すってどうかなと思うよ。何なんですか。今日はね。あのアナムネスのスターオーシャンの情報のところが、ええ、マジ最新情報だ。おお、これはいつもってほら若干使い古されたネタを叩きつけられて膨らましとけやみたいな空気が若干あったじゃない。今回は違いますと。前々回の実利が効いたってことですかね。そうだね。あんだけ強く訴えたからしょうがねえなっつって映像も見せてもらいますし。来た来た、はい、らしくなってきた。そうそう、らしくなってきたでしょ。ちょっと楽しみにしていただければなと思っております。それではそうそう始めていきます。さあラジオ社アナムネシス、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして中村です。マリア課長です。すいませんね、よろしくお願いします。僕忘れててね、こんだけやっといて忘れるってね。俺もこの前忘れましたけど。あ、なんかたまにやっぱ忘れますよね。ちょっと今はね完全に最後までって海田君に投げて終わってた。完全にブリッジされてましたよね。はい、すいませんです。はい、ということで中村なんですけども、最近ですか。最近ね、まあクールが切り替わったとはいえ、うん、オンエアされるものがもう新版に入るか、うん、来週からいろいろ新番組動くと思うんですけど、うん、僕ら的にはもう撮ってるものが流れるんで。ですよね。そうそう。むしろ新版の時期じゃなかったりとかかな。お兄様の映画そろそろじゃないですか。もう始まってる、始まってる。始まってますか、ね、うん、そう、全然始まってるよ。あれ見に行きましょうよ。2週ぐらい。そうそう、カシタ君にね、カシタ君がテレビシリーズ、魔法科高校の劣等生っていう劇場版が出てるんですけど、カシタ君が見たことがないって言ってたから、テレビシリーズを。あんまりちょいちょいチェックしてたんですよ。